インゲルハイムアームラインは、ドイツ連邦共和国ラインラントプファルツ州、マインツビンゲン郡にある市でライン側の西側にある。この市は、赤ワインの町と呼ばれており、1996年から、同軍の郡庁所在地でもある。古代ローマ時代に、すでに複数の集落が形成された。カール大帝がこの地に、立派な宮殿を建てた。旧世紀、特にルートィヒ一世の時期に、 王国全体の問題を図る帝国会議や教会会議が頻繁に催された。この地は840年に死去したルートビヒ一世が晩年、息子たちと対立した舞台になっている。夫大帝の時代からザーリア朝初期にかけて復活祭や教会会議が催された。1043年ハインリヒ三世がアグネスと結婚式を挙げたのも当地である。 13世紀地方貴族が実質的に支配下に置いた。大空位時代の後、時の王、皇帝はインゲルハイムをマインツ大司教等の生俗大諸公や都市マインツに担保として与えている。1354年カール4世はカール修道院を設立した。1375年プファルツ選定講領の一部となる。1815年ヘッセンに、 1946年、ラインラントプファルツ州に帰属する。地名の古い形は、774年のインジェリンヘイム。最初のゲルマン人の居住者名インジャイロを含んでいるように思われる。別名として823年のインジェリンヘイム。ラテン語1047年のアンジェリカセットスがあるが、学者が根拠なく意味を変えて命名したもの。公式サイト、ありがとうございます。